二人の孤児の兄弟のひっそりとした暮らしの中にある日侵入するというか入ってくる異邦人のような中年男の役です。ちょっといかがわしい男の匂いがする役どころで、正体が不明なところもあるんですけれども、どんどん兄弟を魅了していってしまう、ある意味では父親のようなそんな役どころだと今は思っています。もう一言で言うとやっぱり中年ですよね。その中年の男のまあ二人の孤児の兄弟が親しみを持ってどんどんその魅力に惹かれていくという役どころなので、ある意味チャーミングに演じられたらなというふうに思ってます。ただチャーミングっていうのはその男としての何て言うんですかね、どこの魅力というか優しさと、それと少しちょっと危なさと言いますか、そういうものをこう織り交ぜながら演じていきたいなと思ってます。二人ともとってもキラキラしてて、その若さの魅力っていうんですかね、眩しいっていうんですかね、僕から見てると、まあ、息子のような存在ですけど、でも何かやっぱり俳優としてこう光るところがもうすでに見えます。で、彼らと一緒にお芝居をやるのはもう本当に楽しみです。宮田さんは本当に厳しい演出家です。僕は何度も泣かされました。もう10年以上前になりますけども、立て続けに2本ジェイプスというお芝居と、それとグリマー&シャインというお芝居と、最初のジェイプスがやっぱり3人芝居で、グリマー&シャインというのは4人芝居で、いつも宮田さんとやるときは少人数の芝居が多いんですけど、それだけに俳優に対する要求も非常に厳しいし、妥協がないし、俳優を追い込んできますし、でもいつも僕は思うのは、宮田さんと仕事をするとすごく充実して、俳優という仕事をこう楽しめるというか、辛いんだけど、でもその辛さがあるからこそ楽しいというか、お客さんの前に出ることのこう真剣勝負っていうのをすごくこう宮田さんの演出を受けると感じますね。今回も楽しみです。男優3人だけで、しかもワンシチュエーション、アパートの室だけで、繰り広げられる物語ですので、そこで行われていることやその俳優の演技がお客さんの興味をずっと引き続けるっていうことが非常に、まあ、俳優にとっては過酷なチャレンジになると思います。でもそのチャレンジをこう宮田恵子さんと一緒に、まあ俳優と演出家と格闘しながらこの作品の真髄というか、その核の部分に迫っていきたいなと思っています。とにかく頑張ります。